すごい。Okay. 挨拶からいきますよ。出て。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。名前や。ごめんなさい。化粧ボロボロだよね。はい、今日は嵐山に来ております。イエーイ。ふで、ね、民泊、お知り合いのところの民泊に来ているんですが、なんと全部。バリアフリー、一軒をバリアフリーにして泊まれるようにしております。なので本日は私とりょうちゃんの二人きりの車椅子で車椅子2台でお泊まりしようと思いますが、イエーイ、お部屋紹介していきたいと思います。お願いします。あ、ごめんなさい、声がこんなんでこれ2階はね、今この昇降機が壊れているらしくて、でも直すと上は畳のお部屋とベッドがあるんだってさ。はい、お願いします。次いきますね。はい、こちらが、何ダイニングキッチンっていうの、合ってる、うん、合ってる、ダイニングキッチンになります。はい、こんな感じです。もともと普通のお家だったので、ここでご飯を、はい、いい高さですね。最高ですね。はい、で、エアビー、民泊なので、こういう食器もついてるし、電子レンジとかもあるし、袋とかカラムーチョはちょっと違いますけど、これハリボーも買ってきたのやばい、これ冷蔵庫とかケトルとかもあるんです。で、あります。そう、こういうところも選びながら使いたい放題なんですよ。いいよね。うん、最高だと思う。で、高さも良くない？あ、確かに、うん、あ、ちょっと低いと思う。低い、すごいね。うん、で、調味料もあったりしちゃったりして。はい、じゃあ次お風呂行きます。はい、お願いします。シャワーチェアもあります。で、ここがお風呂です。エアビですごい珍しいなって思ったのは、アメニティがあるのよ。すごいよね。エアビってアメニティないのにさ、タオルとかまでなのにすごい充実してる。なんかヒゲ剃りウォームとかもいっぱいある。で、洗濯機もあるし、これ最高。そう、あ、麺、すごいね、綿棒もあるし、くちゅくちゅペーのコップもあるし、もうここも入ってなかった。長期宿泊だとやっぱりね、こうやって入れるから。で、ここも足入るしね。足入る、鏡は見えないけど、うんうん。で、お風呂は行って行って、はい、これ、あの、ビーチにありそうなシャワーチェアはい、ここで、まあ、普通のお家のお風呂でございます。いいんじゃないですかね。最高。はい、洗濯できるのいいよね。だからもし、あの、事故ってしまった時、うん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 、など洗えるんで。しかもワイドハイター EX あるよ、超良くない？あ、助かりますすごい助かる。ない、洗剤とかも置いてなかったりするもん。いや、すごい助かる。あの、ここを作った方が車椅子の方なので、すごく気持ちが分かってくれる。あ、私のお尻がすごい痛いはい、大丈夫。お手洗いはここちゃんとユニバーサル、めっちゃ広いなってます。そう、素晴らしいね。素晴らしい。で、ここお部屋、寝る場所でございます。あ、上着いつの間にかかけてくれてる。え、車椅子でもかけれる高さやった。あ、本当に、うん、意外と高そうだけど、うん、いけた。で、ここがですね、ベッド電動なの。ここ、え、一個が、そっちは多分違うかな。じゃあ違うけど、1個電動だ。あ、ほんとだ。ほら、おー、最高じゃん。起き上が、あ、
逆におじいちゃんおばあちゃんで来てもいいかもね。最高かも。そうそうそう、あ、足上げちゃったんだこれ。上がる。ほら。上がってて。はい。だって2台の車椅子をうろちょろしても全然余裕だもんね。全然余裕できる。はい。で、なんとここはあれなんですよ。車椅子の人は。ただで泊まらせていただけるということで。なにゃで京都駅からちょっと遠いんだけど嵐山にはめちゃくちゃ近い、うん、皆さんぜひこちらのお宿に泊まりに来て京都観光を楽しんでください。おいでやす。おいでやす。アスレプラス、え、出ていいんですか。あ、ちょっと本当は可愛い声の女の子です。今日ちょっと酒癖、酒癖じゃ、酒焼けな声なんですけど、本当は 美声でやす。はい、という感じで、今日はお宿紹介でございました。 Vlog 見てね。 ということで、最後までご視聴ありがとうございました。ワイピーかわいい顔ブロブロ。かわいい。あ、めっちゃいい。